名前の由来のボルチモアムクドリモドキ、ボルチモアオリオールズはメジャーリーグベースボールアメリカンリーグ東地区所属のプロ野球チーム。本拠地都市はメリーランド州ボルチモアで、球場はオリオールパークアットカムデンヤーズを使用している。ニックネームのオリオールズはメリーランド州の州長でムクドリモドキかの鳥であるボルチモアムクドリモドキが由来で略称としてオーズ、または バーズとも呼ばれている。英語の読みでは、ボールタマアオリオールズが近い。同じアメリカンリーグ東地区のニューヨークヤンキースは、創設当初の1901から1902年は、ボルチモアを本拠として、ボルチモアオリオールズを名乗り、1903年にニューヨークに移転しており、現在のボルチモアオリオールズは1901年のミルウォーキーブルワーズを源流としている。 球団創設の1901年は、ウィスコンシン州ミルウォーキーに本拠地を置き、ニックネームもブルワーズであったが、翌1902年からミズーリ州セントルイスに移転し、セントルイスブラウンズとなった。そして1954年に、ボルチモアに移転、オリオールズに改称する。フランク・ロビンソンや、ブルックス・ロビンソンを擁した1966年には、フランク・ロビンソンが三冠王に輝き、 ワールドシリーズでは、前年の覇者で、サンディ・コーファックスやドン・ドライスデール等を擁した、ロサンゼルス・ドジャースを4勝無敗で下し、初の世界一に輝いた。1969年から1979年までは、地区優勝6回、リーグ優勝4回、ワールドシリーズ優勝1回の黄金時代を築いた。1983年にもワールドシリーズに、 優勝したが、その後は低迷し1988年にはメジャーリーグ記録となる開幕21連敗を喫した。なお、アメリカンリーグにも1901年から2年間にボルチモアオリオールズが存在したが、1903年よりニューヨークへ移転した後のニューヨークヤンキースである。1980年代までは帽子のマークにボルチモアムクドリモドキを 漫画風にデフォルメされていたものが使われていた。90年代に入って、使用中止となるが、2012年より復活している。球団は1901年、ウィスコンシン州ミルウォーキーを本拠地として、1年だけ、ミルウォーキーブルワーズとして活動した。当時の名選手でコーネミア宮殿堂入りした、ヒューダフィーを、兼任監督に据えたが、48勝89敗と、 大きく負け越す多難な船出だった。1902年にミズーリ州セントルイスに本拠地を移し、セントルイスブラウンズとなった。移転直後の1902年は、ジャック・パウエル、レッド・ドナヒューという投手の2枚看板が22勝ずつを上げる活躍をし、カージナルスから移籍した名誉劇種、ボビー・ウォレス、サンドの首位打者に輝いたジェシー・バーケットといった面々がチームを引っ張り、 78勝58敗の成績でリーグ2位となった。しかし同じ年にセントルイスカージナルスがあったこともあり、人気はなく球団経営は常に苦しい状況だった。成績が伸び悩んでいた1913年には、春のキャンプのスタジアム使用量に、バジーウェアーズという名の選手を出したこともある。後に革新的な球団経営者として知られる、ブランチリッキーが、 ブラウンズの監督をしていたのもこの頃である。1920年からの3年間は、ブラウンズの戦力が最も充実していた時期で、一類一種のジョージシスラーは1920年に当時のメジャーリーグ記録で、その後80年以上も破られなかったシーズン257安打と打率、407を記録し、すでにリーグを代表する選手となっていた。 ガイアシュは1922年に本塁打王となるケン・ウィリアムズ、1920年と1921年に350以上の打率を残したベイビードール・ジェイコブソン、フェデラルリーグでデビューし、1920年から1923年まで4年連続200安打以上を記録したジャック・トビンの3人が打線を経引し、投手陣ではヤンキースから移籍した。 アーバンショッカーが1920年から1923年までの4年、連続20勝を挙げる活躍をした。ブラウンズは1922年に優勝争いに加わり、ついに首位アンキースを1ゲーム差まで追い詰めたが、後一歩のところでリーグ優勝を逃す。しかし良い時期は長続きせず、1920年代後半には、徐々に成績は低迷していった。 シスラーが引退した後、ブラウンズは、ヘイニーマナシュや、グースゴスリンを攻撃の主軸に据えるが、ゴスリンや、チームハエ抜きで活躍してきた、名保守、リック・フェレルラがチームを離れた1930年代以降は、ブラウンズは万年会を低迷するチームになってしまっていた。ブラウンズは1930年から1953年の24年間で、A クラスになったのはわずか3回。 優勝したのはたったの1回である。唯一のリーグ優勝は第二次世界大戦の影響でたチームの主力選手が兵役についていた1944年のことだった。ワールドシリーズの対戦相手は同じセントルイスに本拠地を置くカージナルスで、両球団は本拠地球場スポーツマンズパークも共有していたため、ワールドシリーズは全試合同じ球場で開催された。 これは1921年と1922年にニューヨークジャイアンツとニューヨークヤンキースが対戦した際に全試合がポログラウンズで開催されて以来のことだった。カージナルスの影に隠れて人気面でも低迷が続いていたことから1940年には西海岸への移転が計画されるが西海岸は第二次世界大戦の戦場となる可能性があったことから 試合開催は混乱として中止された。優勝前年のオフシーズン、つまり1943年と1944年の間、ブラウンズから兵隊に取られた選手はいなかった。選手の大部分が兵役不適格、つまり軍隊にも入れないような体格や体力の選手だった。実際に1944年のブラウンズのロースターのうち区人が34歳を超えており、 当時23歳で、戦後も、兄弟の遊撃手として活躍し続けたバーン・ステファンズ、デスラも4回に分類され、造船所での徴用作業への従事に止められていた。1944年当時の主力投手、ジャック・クレーマーとネルズ・ポッターは、現役通算勝ち星の約半分を1943年から1946年の間に挙げており、 平役から他チームの主力選手が戻ってくると再び勝てない、投手に逆戻りしてしまった。後年の批評家の多くは、ブラウンズの1944年のワールドシリーズ進出を幸運、またはマグレと酷評した。観客動員に困った球団は、苦肉の策を次々と打ち出した。代表的なのが、事故で右腕を失っていたピート・グレーを1945年に、 獲得したことである。マイナーリーグで、首位打者、トリプル A 級で MVP を獲得するなどしたが、プレーしたのは1年77試合のみ、打率は2割一部8輪。その姿は、感動を呼んだものの、戦力にはならなかった。戦後の1947年、すでに1941年に引退していた、ーディーンをプレーさせる。彼が、ラジオの解説で、 俺が投げた方がましだと言ったからである。彼は3回と3分の2を0点に抑え、ヒット1本を放った。しかし初戦ジョークであり、客寄せのためだった。また、同年は、ブルックリン・ドジャーズに入団したジャッキー・ロビンソンの成功に習い、ニグロリーグで、ホームラン・ブラウンの異名を取った、アフリカ系アメリカ人の強打者、ウィラード・ブラウンを加入させたが、偏見から来る必要な嫌がらせに会い、 その打率は2割に満たないまま1年で球団を離れることになった。1950年には心理学者のデビッド・カイ・トレイシーを雇ってチームを勝たせようとし、トレーシーは選手は敗北者症候群にかかっていると診断、選手に対して催眠術や自己暗示をかけて緊張と自信喪失の克服を教えたがうまくはいかず、彼はシーズン途中に解雇、選手にかけた、 催眠術を解かずに去った。1951年、新しくオーナーになったビルベックは九死に残る奇策を講じた。身長はわずか109センチのエディゲエーデルをプレイさせたので、ある。背番号、1、8をつけた、彼は小さい体をさらに低くかがませ、狙い通り子宮になった。そして、彼が一塁に立ったところでダイソーが送られ、そのまま二度とプレイすることはなかった。 この事件の5日後、さらにベックは前代未聞のイベントを行った。観客に指揮を取らせたのである。まず監督のザック・テイラーはダックアウトの上に座り、試合の要所で観客に作戦についての質問をする。そして観客は持っている、はいと、いいえのカードを出し、多数決で実行するかどうか決めたのである。そして驚くべきことに、 フィラデルフィアアスレチックスを5対3で破ったのである。ベックはさらに1949年に一度引退し44歳になっていたサチェルページをブラウンズで現役復帰させた。衰えを知らぬページは1953年まで3年間ブラウンズに所属し、1952年には45歳で2桁勝利を上げてみせた。1951年当時ブラウンズのエースだった。 ネットガーバーは史上二人目の100倍以上したチームで20勝を挙げた投手になった。一方でベックワニ球団が本拠地とするにはセントルイスは小さいと考え、ブラウンズの移転を画策した。移転先には1901年に本拠地としたミルウォーキーのほか、ボルチモアやロサンゼルスも上がったが、いずれも他の球団オーナーの反対に愛実現しなかった。 散在して詰まりとなったベックは、1954年に、ボルチモアのクラレンス・マイルズとジェラルド・ホフバーガーを代表とする資産家グループにブラウンズを売却し、オーナーから身を引いたが、ベックが去った後ブラウンズのボルチモア移転は実に、あっさりと認められた。1954年4月、新たな本拠地メモリアル・スタジアムまでのパレードで、新生オリオールズの歴史は始まったが、他の球団と、 優勝争いができるようになるまでは、さらに6年の歳月を要した。強化されたファームシステムからは、ブルックス・ロビンソン、ブーグ、パウエル、デーブ・マクナディーラが、徐々に成長してきていた。そして1965年オフに、シンシナティレッツとのトレードで、ミルト・パッパスと交換に、フランク・ロビンソンを獲得。ロビンソンは、翌1966年にアメリカンリーグの三冠王と、 なり、同年最優秀選手も獲得。アメリカンリーグとナショナルリーグの両方で MVP を獲得した初めての選手となった。同年オリオールズはリーグ優勝を果たし、1966年のワールドシリーズではサンディコ・ファックスとドン・ドライス・デールの絶対的な2枚看板を、要したロサンゼルス・ドジャーズを4連勝で下すという、大番狂わせをやってのけた。 1968年途中から監督となったアール・ウィーバーの元、オリオールズは1983年で常にアメリカンリーグ東地区の優勝を争えるチームになった。日地区制となった1969年から1983年の間に、オリオールズは計7度の地区優勝、4度のリーグ優勝、2度のワールドシリーズ制覇を成し遂げている。 この間は年間の勝率が5割終わったシーズンは一度もなかった。所属選手たちの活躍も目覚ましく、1969年にマイク・クエイヤーがサイ・ヤング賞を受賞したのをはじめ、1970年にはブーグ・パウエルがリーグの最優秀選手となった。ジム・パーマーは1973年と1975年、1976年のサンド祭。 ヤング賞を獲得、他にも1979年にマイク・フラナガンが、また1980年にはスティーブ・ストーンがそれぞれ祭、ヤング賞投手となった。前後するが、1971年にはデーブ・マクナリーが21勝、パーマー、クイアー、パット・ドブソンがそれぞれ20勝を記録し、1チームで20勝投手が4人誕生した。 これは1920年のシカゴホワイトソックス以来の快挙で以後も達成例はない。1980年代以後は投手の分業や先発投手5人の先発ローテーションが完全に定着し20勝投手自体メジャー全体で年に数人出るか出ないかであり今後も達成する球団は現れないと思われる。ルーキー・オブ・ザ・イヤーについても1973年の アルバンブリー、1977年のエディマレー、1982年のカルリップケンと有望な若手選手が次々排出された。リップケンは翌1983年にリーグ最優秀選手の栄誉も得ている。ウィーバーは1982年シーズンの後、監督の座をジョールトベリに譲る。アルトベリが監督となった1983年にオリオールズは ワールドシリーズを制覇したが、この年を最後に、チームは優勝から遠のくことになる。ウィーバーは1985年シーズン途中に再び、オリオールズの監督に復帰したが、1986年シーズンに20年ぶりの負け越しという結果に終わり、監督の座から退いた。そして1988年シーズン、チームは開幕から21連敗という不名誉な記録を作る。 ことになってしまった。1992年には新球場、オリオールパークアットカムデンヤーズが会場。観客動員数は大幅に増加する。しかし、球場建設の債務が重くのをかかり、当時のオーナーだったイーライ・ジェイコブスは同年オフに、破産を申請。球団は1993年に、ピーター・アンジェロスらの資産家グループに売却された。 読売ジャイアンツ OB のデイビー・ジョンソンが監督に就任した2年間は1996年にワイルドカードを獲得し1997年に地区優勝を果たした。プレイオフでは2年連続でリーグチャンピオンシップ敗退に終わりワールドシリーズ進出は果たせなかった。新球場の魅力に好成績が重なり観客動員は1997年に過去。 最高の371万1132人を記録している。この時期にチームの顔であったカルリップ県は1982年5月30日から1998年9月20日までの15年間に2632試合連続出場の大記録を成し遂げた。1999年3月28日と5月2日に メジャーリーグチームとしては40年ぶりとなるキューバ代表との親善試合を行っている。ジョンソン監督はメリーランド州のタバコ業界から42億ドルを勝ち取ったことで有名なアンジェロスオーナーと対立したことで解任された。その後投手コーチだったレイ・ミラーが就任した1998年からは地区4位がほぼ定位置となる。この年以降は12シーズン連続負け越しで、 2004年の3位を除いて全て4位以下という長期低迷が続いた。1990年代に強打のインディアンズを作り上げたマイク・ハーグローブや2005年途中から元ヤクルトのサム・パラーゾ等が指揮を取り、ミゲル・テハダ等の好選手を補強したりしたが、同地区のヤンキース、レッドソックスを中心とした優勝を争いに割って入れない状況は改善しなかった。 さらに2008年にはそれまで再会が定位置だったタンパベイレーズの躍進もあって地区再会に転落し観客動員も20年ぶりに200万人を割り込んだ2009年1月読売ジャイアンツから FA 宣言した上原浩二が2年契約を締結同球団が日本人選手とメジャー契約をするのはこれが初めてである 最後の3試合に3連勝して100敗を免れるのが、やっとのリーグ最低勝率で2年連続の畜細会に沈んだ。2010年はトロントブルージェイズ戦のロードゲームで全敗という人記録を作り上げた2012年はオリオールズにとっては転換期となった。ショー・オルター監督の下、投手陣を再建。コロラドロッキーズからは、ジェイソン・ハメル、中日ドラゴンズからは、 チェンウェインを獲得し、日本でも話題となった。試合では、1点差でも勝利するという粘り強い戦いぶりを披露。5月6日での対レッドソックスの試合では、今シーズン最多の17回までゲームがあり、最終的にオリオールズが勝利。中盤でも疲れを見せず安定とした勝利を見せる。終盤のペナントレースでは、7連勝のヤンキースに負けず6連勝。 さらにすぐ、あと4連勝と最後の力を振り絞った形となった。最後のレーズ3連戦では1勝2敗で、ヤンキースが優勝したものの1997年以来15年ぶりの勝ち越し、ワイルドカードでポストシーズン進出を決めた。10月5日でのワイルドカード戦では、テキサスレンジャーズ相手に前戦。効率よく点数を稼ぎ点差を広げ、最終的に5から1で勝利。 チーム初めてのワイルドカードで勝利し、ディビジョンシリーズへと駒を進めたが、ニューヨークヤンキースに敗れた。2013年は、シーズン途中に、スコット・フェルドマンや、ヒューストン・アストロズの同年の開幕投手、バドノリスなどの先発投手や、ミルウォーキー・ブルワーズのクローザー、フランシス・コ・ロドリゲスを獲得。野手では、クリス・デイビスが、自己最多の53本138打点で、 本類打王と打天王のタイトルを獲得したり、デビュー2年目のマニー・マチャドの才能が一気に開花したが、ニューヨーク・ヤンキースと同率の3位でシーズンを終え、プレイオフ進出を逃した。2014年は、新加入のネルソン・クルーズの40本類打、デビュー2年目で、新人資格を持つジョナサン・スコープの16本類打などが前年より上積みされ、 両リーグ最多の211本のホームランにものを言わせた圧倒的な破壊力を武器に96勝して17年ぶりに地区優勝を決めた。ディビジョンシリーズでは4年連続で中部地区を制したデトロイトタイガースに3連勝しリーグチャンピオンシップシリーズに進出したがそのタイガースと同じ中部地区のチームでホームランはメジャーで唯一100本を割りながら メジャーサイ多の153盗塁にものを言わせた、機動力を武器にポストシーズンに進出したカンザスシテロイヤルズにスイープを喫し、ワールドシリーズには進めなかった。2015年4月29日には、ボルチモアで起きた暴動を配慮し MLB 史上、初めて無観客試合を行った。この試合の前日と前々日の試合は中止され、 5月2日からのタンパベイレーズとの3連戦は本拠地での開催予定であったが敵地トロピカーナフィールドでホーム主催ゲームとして行われた2016年1月21日クリス・デイビスと球団史上最高額となる7年1億6100万ドルの契約を結んだこの年は開幕7連勝し序盤から勢いに乗る4月にはマニー・マチャドが 月間 MVP を獲得した。先発投手陣がなかなか安定しない中、マリナーズから移籍したトランボを中心とした、打撃陣やブラッチ、ブリットンを中心とした中継陣らの奮闘で、地区主争いを演じた。7月には、NPB の東京ヤクルトスワローズを退団した、ローガン・オンドルエセックを獲得した。結果的に、地区優勝こそ逃したものの、ワイルドカードで、 ポストシーズンに進出した。しかし、トロントブルージェイズに延長戦の末敗れた。2017年は、8月までは、ポストシーズン争いに加わっていたが、秋にかけて大幅に失速し、終わってみれば6年ぶりの地区再開に終わった。2018年は、主力が不振に陥るなど、開幕から低迷。マニー・マチャド、ザック・ブリットンら主力選手を放出し、 チーム再建を図ることとなった。9月18日、ユニフォームのチーム名、選手名を展示で表記した。これは、アメリカプロスポーツ史上初であった。この年は、アメリカンリーグ所属のほか14球団全てに、負けコスなど47勝115敗で、勝率も39段で、唯一3割を下回り、地区主位のレッドソックスとは61ゲーム差。 勝率ワースト2位のロイヤルズからも11ゲーム差、離され、ミルウォーキー時代、セントルイス時代を含めた、球団史上最低のシーズン成績を記録した。また、8年ぶりに、トロントブルージェイズ戦のロードゲームで全敗という、新記録を作り上げた不振からの脱却のために、アストロズからマイクエリアス GM を引き抜き、NASA から球界に転じたシグメジャルもそれに合わせて、GM 補佐に就任した。 2019年もドラフト上位指名権獲得のため、タンキングのシーズンとなった。7月、スティービー・ウィルカーソンが MLB 史上初の野手でのセーブを記録した。このシーズンも100敗以上を期し、3年連続で畜細会となった。2020年は、新型コロナウイルスの感染拡大により、60試合の開催にとどまった。前年に引き続き、 最下位になるものと見られていたが、アンソニー・サンタンダーや、ライアン・マウント・キャッスルといった生え抜きの若手の選手や、FA で加入したホセイ・グレシアスが3割を超える、打率を残したことで、最終的な順位は4位となった。2021年は4月1日に予定されていた、レッドソックスとの開幕戦が、雨天により翌日に延期となった。太字は、 セントルイスブラウンズでの電動入り1977年に設立され75人が電動入りを果たしている。1972年にロッテオリオンズのオーナーだった中村長吉は当時ボルティモア参加のクラス A ローダイパドレスの経営権を取得し、ローダイオリオンズに解消した。翌年、中村は太平洋クラブライオンズに移籍したため、ローダイライオンズに解消した。 しかし、このシーズンをもって、中村は経営権を手放している。ありがとうございます。